オルゴレディオンデマンド、ヒソカリターンズ、ついに、俺が、初の作、エレベーターピンポン玉が来たら、自動的にこいつがオンになって上に行っちゃうシステムを完成しましたんで、皆さんにお伝えしたいと思います。こちら、乾電池だったんですね、最初。乾電池だと、まあ、どうしてもバッテリーが、死んでしまう、24時間に耐えられないというわけで、USB 電源に変えました。今はちょっとモバイルですけど、コンセントからもいけます。で、こっからのパワーを利用して、ここにモータードライバーを使いました。今回リレースイッチ使ってません。このモーターを制御するのに、このモータードライバーを使いまして、ここにある近距離センサーに反応して、こいつが動くという仕組みでございます。で、ここに命令をね、制御するマイコンがありますけど、これアルミニウムを使ってます。市場にラズベリーパイが消えたんですね。突然。先週ぐらいまで普通に売ってたんですけど、今週いきなりラズパイがもう4、3と全くなくって、もう残ってるのはゼロとかピコとかしか残ってなくて、なんでだろう、多分もしかしたら俺がこういうことやってっからみんな買いあさったんじゃないかと俺は推測している。じゃあ皆さん、ついに僕のこの、実験結果をお見せする時が来ました。電源入れます。じゃあこのボールがこのセンサーの2センチ以内に入ったらこのメカが動きます。いきます。ほらほら、でこれでこうパカッてなるんですよ。で10秒動くんです。10秒動くから10秒後に止まります。はい、3、2ね。でも1回で大体こんなもんなんで、で、これまた2回目がポロッとこう来る。はい。したらまたこうスポンって入る。で、スポンと入ったらまたこう上がっていく。で、これずっとここにある場合はどうなるのかっていうと、ずっとここにいる場合はなんと、ずーっと動き続けるんですね。というわけで、メグイの衝動作。主にもちもちくんが、教えてくれたこのメグイの所作。もちもちくんがね、まあ、全部作ってても過言ではないんですけど、もちもちくんはこの場に一回も来てないんで、俺が組み、俺がこの部品を買い漁り、ソースコードをコピペし、チューニングをし、この10秒という設定を行ったんで、まあ、俺が作ったと言っても過言ではないでしょう。ありがとう、もちもちくん。今後もよろしくお願いします。科学的根拠はないし、俺は実験は何もしないし、ただネットニュースのことを鵜呑みにする一番悪い日本かもしれませんけど、ウレタンマスクやめようと思います。なぜならネットニュースにそう書いてあったから、それを鵜呑みにするすごく悪い風潮なのかもしれないけど、なんかあのね、普通の使い捨てマスクの方が性能いいって言ってたから、俺これやめるわ。でもどのメーカーのなんていう種類のこの使い捨てマスクが性能がいいかとは教えてくれてませんでした。マジで。